リカちゃま、だいぶ具合が悪いらしいね。大丈夫かいの？今日も学校を休んだっちゅう聞いたんね。長引かっといいね。ああ、入江先生、リカちゃまの具合はどうですんね。はい。ちょっと立ちの悪い風だったようですが、峠は越していると思います。ただ、風は治り際が肝心です。本人たちにも、今日は治ったとはしゃがず、布団の中でおとなしくしているように注意してきたところです。ああ、そうかそうか。さとこちゃんも一緒に風邪をひいてるんか。ふったりで仲良く風邪だもんで、ついつい遊んじゃうんだろうの。風まで一緒とは、リカちゃまとさとこちゃんは本当に仲良しだね。ああ、ちょうどいいところに、入江の先生がね、リカちゃまたち峠は越したって言うてんね。へえ、そうかいそうかい。それはよかった。それで明日の奉納演舞なんだけど、さすがに無理がねえ。本人はやると言って聞かないんです。皆さんがやってくれと頼めば、多分喜んでやってしまうでしょう。ただ医者の立場としては、たとえ今日熱が下がっていても、明日は大役をお休みさせてあげたいところです。困ったね。ああ、お寮さん、リカちゃまの具合ね、よくはなってきたけど、まだまだ安静なんだってよ。はあ、そんな仕方ねえな。無理にやらせて、祭りの日に倒れられた日にゃ、またお社様のたたりだなんて言われちまうんや。いや、村のみんなも心配してるよ。また五年目のたたりもあるんじゃないかって言ってね。で、北条家のさとこちゃんとリカちゃんまだろ？物騒な想像してる連中もいるらしいんだよ。アホらしい。リカちゃま、大社様の生まれ変わりよ。そのリカちゃまがたたりに会うときは、村が滅ぶときよ。縁起でもねえこと言うんでね。いやはや、まったくだよな。入江先生、二人を見舞うことはできんかいね。しばらく遠慮してあげてください。治りかけで遊びたい盛りなんです。外部との接触があると興奮して、また床を抜け出そうとしてしまいますから。そうかそうか、それなら無理でけんな。入江先生、あの二人を頼むな。リカちゃまだけじゃねえ、さとこちゃんも頼むな。ええ、もちろんリカさんも、もちろんさとこちゃんも絶対に元気にしてみせますよ。お任せください。もし間違いがあったら、またお社様のたたりなんて言われちまう。ナイリエ先生、昭和も50年にもなって、人類が月にまで行っちまうような時代にもなって、まだたたりなんてアホ臭いとは思うんかいね。思いますね。ダム戦争の頃は確かにうちらはそれを煽ったし利用もした。でもな、ダム戦争はとっくに終わっとる。いつまでもたたられてばっかりでは、いつまでたってもダム戦争が終わらんのよ。さとこちゃんが死ぬとダム戦争のたたりだと言われるからですか？ダム戦争はもう終わったんよ。村の子が風邪ひいたら心配するのが年寄りの仕事だっちゅうだけやんね。
さとこちゃんもお見舞いの気持ちを汲み取ってくれると思いますよ。あんないたずらぼんずに年寄りの心なんざわらわら。あの元気なさとこちゃんにも熱を出させるんだから、たちの悪い風邪だね、家先生。二人をよろしく頼んます。面会謝絶だからしゃあないけど、二人に年寄りがみんな心配してるから、早う元気になると伝えてください。ええ、二人ともきっと喜ぶと思います。重ねて申し上げますが、こいつはやばい橋になります。有志ならいいですがね、懲戒だったら退職金も吹っ飛びます。なんだ大石、お前やばい作戦の前にはいつも隣の雀荘に部下を集めてそう脅してるそうじゃないか。いつもと変わらん変わらんのう。ええ、そうっすよ、おじさん。いつものようにもっと元気に、退職金が欲しいやつは10数える間に出てってくださいってやってくださいよ。そうじゃないと調子狂っす。いや、本当にやばい話なんですよ、クマちゃん。その覚悟は本当にあるんですか？試しに10数えてみればいいじゃないですか。なら今日は俺が数えるっす。退職金が欲しいやつは10数える間に退出してください。1 2 3あー、わかりました、わかりました。クマちゃんの覚悟はよーくわかりました。いや、しかし本当にいいんですね。ええ、あの日赤坂さんの武勇伝を聞いてるうちに熱くなってきたんす。やはり刑事になったからには巨悪と戦いたい。それに俺もやがては赤坂さんみたいに武勇伝を誇れる男になりたいんですよ。やばい橋、上等じゃないっすか。それに大石さんの提案する作戦で俺たち一度も失敗したことないです。だから俺、その大石さんがいけると思って誘った作戦ならビビりませんよ。若いというのはいいの。こいつな、あの日以来赤坂君にだいぶ感化されよっての。秘密捜査や秘密事件に関わりたいと息巻いとったんじゃ。ははあ、いや若いっていいな。それでじいさまはどうします？わしも乗るぞい。というか、そこまで言われたら会社の検視がそいつらをしょっぴけるかどうかを左右することにもなるからの。今日まで散々不養生を重ねてきた。そうそう、この老いぼれが長生きすることもないだろう。なら男に生まれたからには最後くらいでかい花を咲かせたいもんじゃ。やれやれ、じいさまもクマちゃんもとにかく怖いもの知らずだな。だからドラが3つめくれてても強気でリーチ入っちゃうんだよな。何言ってんすか大石さん。
男なら降りられない時がある。どうせ切るならど真ん中ってのは大石さんの口癖っすよ。うん、違いない違いない。わかりました。お二人の首私が預からせてもらいます。そうと決まればわしの方も少々準備がいい。今のメンツと機材じゃ薬物系まで調べるのは難しいからな。急いで知り合いの鑑識の中から手の空いた連中を呼びつけるか。大石、全部終わった後はちょいっとでかくおごってもらうぞい。ねえ、そこは任せてください。ですが打ち明ける相手にはくれぐれも注意してくださいよ。署内にスパイ混じってるそうですから。わかっとる。わしも伊達に人は見とらん。任せとけ。よし、燃えてきたっす。刑事魂本開っすよ。では私はこのままちょいと用事があるんで出かけます。クマちゃんはじいさまを送ってあげてください。今日は非番なのにすいませんでしたね。なに、構わん。久々に男の血がうずいてきよった。これほど腕のなる大舞台、わしの人生でもこの年になって初めてじゃわい。ビビるどころか、ここは楽しませてもらうぞい。ありがとうございます。じいさま、クマちゃん。毎年毎年私は今年こそはおやっさんの右腕を見つけ出すと誓ってますが、さっぱり見つかってません。ですがようやくおやっさんの死の真相に近づく機会を得ました。ただね、それが笑っちゃうんですよ。園崎家は関係ないって言うんだぞ。私は毎年ここにお寮のばあさんを連れてきて土下座させてやるって誓ってきたのに、それが全くの大外れだったって言うんですよ。私はすっかり参ってしまいましてね。またおやっさんに原骨をもらっちまいます。勝手に当たり牌を誤解してベタ折りしまくった挙句にドカンと痛い目に遭う。決めつけないできっちり手を進めてりゃでっかい手がちゃんとできてたかもしれないのにです。私は全然進歩してません。麻雀も相変わらずですよ。こんな一度思い込んだら疑うことも知らない頭の固いやつは多分バカって言われるんだろうなと思います。私は今やばい橋を渡ろうとしてます。リスクの割に大した見返りはありません。せいぜい
私というバカの思い込みを解いてくれるだろう。真実ってやつを教えてもらえるだけです。ですが、なんだかやっと私は自分ってやつを許してやれそうな気がします。皆さんもどなたかのお墓参りですかな。おやおや、あんた勤務中じゃないのかい。悪いお人だね、まったく。ほら、いつまでもお墓の前で突っ立ってんじゃないよ。そこをおどき。まさか、あんたが毎年、おやっさんにアジサイを？綺麗だろ？うちの庭のやつなのさ。やっぱり6月はアジサイさね。あんたの気境も珍しいね。白いのもあるのかい？それも涼しそうで良さげだよ。大石のおじさま、ちょっとすみません、お花いけますんでお邪魔します。偶然にしちゃいい取り合わせじゃないかい。白に青によく引き立て合ってるよ。毎年私が来るとアジサイがありましたからね。青い花じゃ相性が悪いと思いまして。なんだ、なら私たち相性はバッチリじゃないかい。そうですね。どうしたんですおじさま、レントゲンに妙なもんでも映ってたんですか。なんか今日は嫌に神妙で気持ち悪いですね。あと、うちの組の店にツケが残ってるだろう。そいつの請求書を備えに来てやるよ。やれやれ、親子揃って口の減らない一家です。あいにくまだ当分お迎えは来ないみたいです。定年までもうラストスパートですが、まだまだ行きますよ。なら結構、沖宮の一市民としては公僕の頼もしい一言で安心だね。しかし一つ教えちゃくれませんかね。四種同盟と現場監督のおやっさんは犬猿の仲だったはずでしょう。その二人がどうして花を備えてくれるんです。そりゃ犬猿さね。私たちは仇同士。そうです、こんにゃろうはとにかくムカつくジジイでしたからね。噛みついてやったし、溝落ちに肘をくれてやったし、あと車のボディを10円玉で削ってやったり。それだけ仲の悪かったシオンさんまでがどんな経緯でここへ墓参りに来てるんですか。てかダム戦争はもう終わりましたし、まあその敵とはいえ、いろいろシャレにならないこともしましたしね。なんだい、納得いかないのかい。終わった戦争さね。ラグビーだって終わったらノーサイド、敵味方なしなんだろう。そういうことさ。
私にゃあんたの方が理解できないね。私の中ではダム戦争は終わったことになってんだけど、あんたの頭の中ではまだ続いてるってのかい？まさか。ちゃんと終わってますよ。あの騒々しいスピーカーが未だ頭の中から鳴り止まないなんて冗談じゃないです。なら園崎家が墓参りしてもおかしいことはないだろ。ほらどきなどきな。私もお供えを持ってきたんだから。その包み毎年見かけてましたが、中身は何なんです？鬼ババ特製のおはぎです。酒飲みは甘いのは苦手だろうからって砂糖抜きだそうですが。お寮のばあさんがダム監督の命日のためにおはぎを握ったとおっしゃるんですか？毎年握って備えてるよ。あんた毎年見てるって今言ったでしょうが。そんな顔しなさんな。もうさ、そういうのはおしまいにしようじゃないか。そういうのとは何のことですかな？園崎家がダムの監督の墓前に花を供えちゃいけないとか、そういうのさ。もう昭和も60年になろってんだ。下手すりゃ数年もしないうちに元号も変わるかもしれない。そんな時代にまであんたは終わっちまった戦争をずるずる引きずりたいってのかい？ご冗談を。もうあんな戦争はごめんです。平和が一番ですよ。国にも悪いところがあった。反省が必要だね。でも私たちにも悪いところがあった。だから私たちは反省するよ。そしてそれはそれでおしまいになったなら、あとはいつまでもグダグダ言ってても仕方ないだろ。古い時代を片付けて新しい時代を作るのが若者の仕事さね。不幸な事件があってこの御仁は死んじまったけど、もし生きてたなら私は一緒に酒を飲んで全部水に流したいと思ったさ。でも死んじまった。だからこの御仁とはもう仲直りできない。悲しいことさ。それが死別というもんですからね。でもあんたは生きているじゃないかい。そうですね、私は生きてます。あんたらも生きてます。ならあんたともいつか仲良くできる日も来るかもしれないね。さーてどうでしょうね。こいつを住職さんに、その後は表に車を回してきておくれ。うん。ダム戦争の時は小生意気なお嬢さんだと思ってましたが、いつの間にか成長されたもんです。ダム戦争から何年経ってると思ってんだい？いつまでも戦争状態じゃ心も体も持たないよ。それだけの時間が経ってるんだ。それだけの時間が経ったんですね。時間は若者ほど濃密で、年寄りほど希薄になる。変わらないのは年寄りだけさ。でも時代と若者は絶えず成長してる。そしてぼんやりしてる間に私たちを追い抜いていっちまうのさ。で、私たちは隠居して若者を見守るのさ。おつなもんだろ。おつなもんですな。あの獅子骨の鬼姫園崎茜にいつの間にか説教をされるようになったんですから。いやだね、そんな通りな。まだ覚えてるのかい？今じゃ獅子骨のレディーで通ってるんだよ。そいつは内緒にしてくれるとありがたいね。
ダム戦争も終わったんですしね。そうさ、もう終わったことなのさ。勤務中だろうけどさ、どうだい、一つひんやり練習でも行かないかい。今日は遠慮しましょう。私も車ですし、あなたも車じゃないんですか？そりゃ残念だね。またの機会にしようかい。そうですな、またの機会にしましょう。そろそろ戻ります。あなたもお嬢さんを待たせているでしょう。そうさね、お開きにしよう。あんたとはいろいろあった気がするけどさ、これで一度パーッとチャラにしちゃいたいね。そのあたりの生産会はまた後日に改めてやりましょう。いずれきっと。それでね、大石の旦那、私たちのわだかまりがパーッとなくなったところでさ、昨日反則切符もらっちゃったんだけど、むしゃくしゃしてパーッと破り捨てちゃってさ、これもパーッとなかったことにできないかね。ああ、そいつは最寄りの警察署へどうぞ。私に声をかけてくれりゃ、順番待ちを優遇するくらいはしますよ。ちぇ、サービスの悪い人だよ。お待たせしましたわ、野村さん。いえいえ、失礼しました。その後のお加減はいかがですか？ええ、万事つつがなく、明日が祭りになりますわ。そうですか、それはよかったです。明日の夜、富竹兄は哀れな事故に、すべて廃棄したはずの H173 が投与された痕跡を残し、どういう形であれ哀れな最後を遂げるでしょう。それはとても楽しそうな幕開けです。こちらではすでに議事録の捏造が終了しています。入江兄さんが研究継続を求めて他国に研究を売り渡そうとして独走し始める痕跡です。富竹殺しはそれに組み込まれる。そうです、理事会に対し入江機関への疑問を抱かせる最初の布石になります。そのあたりの工作は全てこちらが受け持ちますので、どうかお任せください。それから、その、例の件ですが、もしもの時はいかがしましょうか？もしもの時と申しますと？あ、いえ、その、富竹兄が買収に応じた場合です。富竹兄の買収は作戦には含まれていないのではありませんでしたか？あ、いえ、だって彼は理事会の監査役です。もしこっちの味方になってくれれば、いろいろ利用できることも多いかと。こちらの分析では、今回の作戦に富竹任意が寝返ってくれても、リスクの割に得るものはありません。作戦に不安要素をわざわざ加味する必要はないのではありませんか？おっしゃる通りですわね。失礼しました。何かに使えるかと思ったもので、提案しただけです。当初の予定通りに行きます。それがよろしいでしょう。それではまた連絡します。失礼します。はい、エコノミーホテル沖宮でございます。あの、
406号室富武をお願いします。高野とお伝えください。はい、今お取り次ぎしますので少々お待ちください。申し訳ございません、406号室のお客様はただいま外出中でございます。お電話があった旨ご伝言いたしましょうか。もう何度も伝言を頼んでるから結構です。あの、富武さんはいつ外出したか分かりますか？いつ頃戻るか分かりますか？あ、申し訳ございません、それにつきましてはお答えできかねます。分かりました、またかけます。Thank you.
なさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、気をつけます。ごめんなさい、ごめんなさい。リカさん、サトコちゃん、容体はいかがですか？私です。入江です。
お疲れ様です。外は賑やかですね。明日のお祭りの準備で大賑わいです。これは模擬店部会さんからお見舞いにと持たされたかき氷です。せっかくなのでいただきましょう。これはありがたい。いただきましょう。すごい汗ですね。確かにこの暑さでは無理もありません。いえ、トレーニングを少ししていただけです。ドタバタするわけにはいきませんので、もちろん気をつけながらですが、有事があるなしに関わらず、体は常に臨戦態勢にしておかなければ。適度な運動は気分転換にもいいですからね。このようなところでずっと緊張を強いられていては精神的にも参ってしまうでしょうに。いえ、慣れてますから。でも先生の差し入れはとても助かります。何か動きはありますか？富武さんから連絡は？いえ、まだ何も動きはありません。あ、高野さんが富武さんと連絡がつかないと言っていました。身の安全のために宿を変えているはずでしたね。勘つかれたのでしょうか？いえ、そういう不信感を持ってはいないようです。私も写真撮影に飛び回っているのではないかとフォローしています。怪しまれるのも時間の問題ですね。風向きはどちらにせよ近いうちに強い風が吹きそうです。入江先生、くれぐれもご用心を。ええ、もちろんですよ。ああ、そうだ、先ほど大石さんにお会いしまして、こんな話が進んでいるので伝えてほしいと頼まれました。うまい手ですね。連中に相当の揺さぶりをかけられるでしょう。そのうろたえぶりから富武さんが敵の尻尾をつかめる可能性は十分にあると思います。で、その作戦の指導は？それは今夜大石さんと皆さんが打ち合わせして決めるようですが、やはり時間はかけられないということで、早ければ明日の早朝には決行するそうです。そうですね。長い時間臨戦態勢でいるのはかなりの消耗を強いられます。打てる手があるなら早いうちの方がいい。赤坂さんが雛見沢に滞在できる休暇の限界もありますしね。いつまでなんですか？家内には一応日曜日の深夜には帰ると言いましたが、事情が変わればやむを得ません。幸恵も刑事の妻です。分かってくれると思います。ここでは奥さんに電話をすることもできませんね。それは辛い役を押し付けてしまったものです。大丈夫です。新婚時代じゃあるまいし、毎晩電話しなきゃ見下り半ってわけじゃありません。赤坂さんの方では何か変化はありましたか？何か必要なものがあれば持ってきますので。必要なものは特にありません。変化は難しいところです。何しろ祭りの準備でこれだけの出入りがありますからね。その中に不審な気配が混じり込んでいてもとても私には分かりません。むしろ逆にこの人混みの中にここを監視する敵も混じり込んでいると思って警戒するくらいがちょうどいいでしょう。そうですね。そうそう、山犬ですが、
やはり赤坂さんがおっしゃったように動き出しているようです。うん、現在の状況と一致しますね。まるで明日の祭りに合わせて表も裏も全ての準備が同時に進んでいる気がします。明日はいろいろな意味で祭りになるとおっしゃるわけですね。珍しいですね。こんなところでどうされたのですか？いいえ、別に。ちょっとした気まぐれの散歩ですわ。そうですか。今日は気持ちいい風が吹きますからね。散歩も気持ちがいいと思いますよ。次郎さんもそんな風に誘われて一人で散歩に行っているのかしら。そうかもしれません。彼は東京の人ですからね。日南沢の自然や空気はとても貴重なものだとわかるのでしょう。所長、次郎さんどこに行かれてるかご存知ありません？いえ、存じませんが。はて、昨夜の会合にも欠席してますわね。他のスタッフが進行してくれたからいいですけど、本来なら次郎さんの役目じゃないんですかしら。職務怠慢でしてよ。まあ彼もたまには羽を伸ばしたいと思うこともあるんじゃないでしょうか。彼にもあるんですよ、一人になりたい時が。あなたと同じにね。そうですわね、私ったら。明日は楽しいお祭りになるでしょうね。ええ、楽しい祭りになりますわね。祭りの幕開けが楽しみですね。ええ、楽しい祭りの幕開けですわ。明日は晴れるといいですね。せっかくここまで準備して雨で中止なんて気の毒です。ここまで大々的に準備した盛大なお祭りですもの、雨天ごときで中止になるわけありませんわ。そうですね、
明日はどんな天気になろうとも必ず祭りになりますね。ええ、盛大なお祭りになりますわよ、きっと。やるね。さぞや話をまとめるのは難しかったでしょう。いや、それがね、私が呆れるくらいあっさり皆さん船に乗ってくれちゃいまして。いや、若さっていいなあ。私一人だけがうじうじとみっともないってありゃしないです。もう後には引けません。この大石クラウン、切るならど真ん中、最後まで突っ張りますよ。本当に運命をひっくり返せるかもしれない。リカ、そんな弱い気持ちではダメなのです。そうね、ひっくり返せるかもじゃない、ひっくり返す、勝つ。私たちは運命を打ち破る。となれば、次に重要なのはトラップのタイミングですわね。タイミングも何もねえだろ。即時発動だろ。今夜にはリカちゃんが姿を消してから48時間が成立する。待てば待つほど相手を利するんだから、すぐに仕掛けるべきだと思うぜ。そうだね。慎重さは今回に限り相手を利するだけというのはどうか。守りは慎重であるべきだけど、攻めは大胆であるべきだと思う。ゲイチとレナの太鼓判がもらえればとても心強いのです。どうですかみんな。私は依存ないわ。もう覚悟は決まってる。いつだってオッケーよ。木はすでに熟してる。どう見る、サトコ。急ぐのはもちろんですけど、今すぐというのは早すぎますわ。相手の隙をつくなら、もう少し冷静に引き金を絞るべきでございましてよ。奇襲なら夜だろ。今を除いて最高のタイミングがあるのかよ。まあ落ち着きな。サトコの言うのも一理あるし、ケイちゃんの言うのも一理ある。奇襲の定番は夜襲。でもね、今の私たちを見てごらん。ほら、こうして深夜でも血気盛んでしょ。夜襲が効果的だったのは電気がなかった時代の話だよ。近代戦では深夜は奇襲になり得ない。もっと最適な時間帯がある。奇襲により適した時間帯があるのですか。はわわお。わかったわ。夜打ちの反対、朝がけね。ほほう、難しい言葉をご存知ですね。確かに人間、どの時間に一番電話がもらいたくないかと言ったら、深夜よりは明け方です。
何しろ寝ぼけているところでは正常な判断ができませんからね。夜明け前の奇襲、うん、いいタイミングだと思う。うん、私もそれが一番効果的だと思う。高野さんの性格から考えて5年目のたたりを装う形で何かのアクションを起こす可能性は極めて大だと思う。なら今夜はそれの前夜になる。前夜ほど流行る心を抑え十分な睡眠を取ろうと思うのが人というものなのです。あはははは、見えてきましたわね、最高のトラップタイミングが。夜明けの奇襲か。くわっ、なんだよそれ。男として生まれたからには一度はやってみたいシチュエーション、燃えてきた。前原さんもうちの連中と同じですね。おや、ということは男で燃え上がっていないのは私だけってことですかね。やれやれ。ならいいですね。明日の早朝に48時間作戦を発動します。これで敵がどう動くかです。相手を撹乱しその出方に合わせて攻撃する。これは遊撃作戦ですよ。よし、部長、園崎ミオンの名において48時間作戦の発動命ず。決行は明朝4時。一気に慌ただしくなる可能性が高い。総員は何があっても即応できるよう心身のコンディションを最高で保つこと。そして忘れるな、雛見沢の後輩はこの一線にあり。敵の陰謀を許せば村が滅ぶかもしれないんだよ。んなこと我が部の目が黒いうちには許すかってんだ。さあ相手がどう出るか、鬼が出るか大蛇が出るか。みー、にゃーにゃーが出てくるかもなのです。あははは、そうだったら可愛いですわね。それはないです。絶対に大きな動きが起こります。例えるならこれは微震、大きな津波が押し寄せる前の予兆のよう。そうだね、レナもその微震を感じてるよ。さあその津波を起こしてやろう。飲み込まれるのは村か連中か。俺たちはその波で波乗りとしゃれ込んでやるぜ。